皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは12月14日に14日のメンテ馬関係、チェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは見ていきますけれども、まあ今週ももうないでいいと思います。まあウサシーズンと新キャラ来たので、もうそれでね飛んでます。ウサ来ました。ちょっと触ってますけれども、なんかちょっとなかなかはい狩りしかやってないですけど、ちょっとねなかなか難しい。はい、うんって感じ。まあで、別にこのキャラ何かそうです。まあはい、関係なしですね。はい。まあそうですね。な、マット関係ないんですけども、なんかこう期間限定で AD 値上がってますということです。はい。あと、まあ、ウィンターシーズン始まりました。でですね、まあ、ラウラウですよね。多分またシーズンチャンネルも、まあ、湧くことあると思うので。まあ、そう、だからなぜ、その割と早々から触ってるのかというと、まあ、できるだけ早く仕上げて、まあ、できるだけ早く、ちょっとラウラウのとこに、待機キャラにしようかなというのがあって。ただ、まあ、そうですね、ちょっと、最近あまりラウラウ、ちょっと時間合ってなくて、まあ、あれですけど、まあ、今まで一回、アイテム出たぐらいですかね。はい。でも、まあ、シーズンだと、通常に比べたらちょっと時間に猶予があると思うので、まあ、ふわっと置いておくのが、いいかなと思いますけれども、はい。ということで、ちょっと触ってまして、で、まあ、で、そうですね、まあ、これ、と言いますか、シーズンで交換できるものの中身に、馬関係何があるかというと、まあ普通のあれですよね、普通のって言ったら変ですけど、まあ幻想馬訓練素材ですね。無双のもはまあない、もうない、ずっとない状態来てるんですけれども、まあないで、まあ、だからこの辺ですね、この3つぐらいですね。まあ、あとまあ瞬間加速運用の馬とかありますけど、これはあれで、あんまり交換する人もいないかな。あと、闇の精霊のウィンターシーズンパスの中にも、まあ何かあったかもしれないんですが、はい。ここ乗ってないの飛ばしていって、で、また、あとキャラ調整あって、ですね。で、アトラクションとか、狩り場改善。プロって、シーズン、あれですね、シーズンクエ、エリアクエにプロってあるので、あと、ちょっとまあ、ツイートしてたんですけど、まどろみは、砂漠も行けるし、海も行けるので、つばら関係のその、エリアクエストの消化すごい楽だなっていう、移動が、何が楽かって移動が楽だなっていう。はい。え、これ15だよ。これなんか、フンクタ、あれ改善来てなかった。あれ来たの気がして。来てたのか、それともなんか間違えたの。で、マットを入れての残響もなんかこういうできるようになりましたと。パーティーができる、パーティー形式もできるようになりました。っていうことで、あとはまあ、いろいろ、まあでも馬はまあないので、はい、はしてないですね。いいなしでいいでギュンと村かぐらい、あと狩り場の調整地域、まあ馬なしで、はい、いいですねと思います。うん、
ということで、まあ、なしですね。まあ、シーズン来たので、まあ、シーズンキャラも、まあ、シーズン2も、まあ、また、ラウラウ湧く可能性あるので、ということで、まあ、ただ、そんなに、なんか、たまに、まあ、会うのもなかなかあれな上、たまにしか落とさないので、まあ、そんなになんか、急いで上げてとか、いうことでもないと思うんですけれども、ただまあ、やっぱラウラを狙ってる人は多分、もう育てて、配置してるんじゃないかと思いますっていうことですか。まあ、ラウラを狙う理由がそのね、改良アイテムなのか、もうそのものなのかわかんないんですけども。まあ、わかんないというか、無双のものばっかりでもないし、まあ、いろんな目的でとは思うんですけども、まあ、しなきゃいけないってわけじゃないですけど、する人はしてるかなと思いますね。っていう感じですかね。はい。ということで、まあ、次見て、以上で、アップでは以上になりまして、で、ウィンターシーズンですね。これ2月の頭までですかね。はい。で、はい。2月15までですね。はい。ウィンターシーズンです。あと、ウサが実装されましたと。で、このウサの解説、結構ですね、イベントで、ちょっと、結構じゃないですけど、馬関係ちょっとあったので、それ見たいと思うんですけれども。メグの話、カルフェオン宴会の振り返り。ああ、そうですね。カルフェオン宴会が土曜日ありましたね。で、まどろみのドゥームは、まあ、発表なかったんですけど、まあ、来たら、来るかもしれないけど、来たらちょっと早いかなっていう。まどろみとまどろみのディネの発表って多分1年以上空いてたと思うので、ということですけれども。あと、素材が一緒になっちゃったというのもあるんですか。ここですかね。馬ですね。カルフェオンか。この辺、ここですけれども。まあ、馬の利便性。で、呼び出し範囲を、まあ、これ実現するかまだわからないですけれども、一応こう予定というか、ま、考え、こういう方向も考えてるということで、まあ、馬の呼び出し可能範囲がちょっとよく、まあ、確かによくわかんない。馬笛持ってない。天馬のあれ以外はちょっとわかんない。あと、まあ、馬に乗った状態でも相手使える。ただし、まあ、装備の着脱は不可ということですね。はい。で、あとは、まあ、まあ、そのぐらいでしたかね。なので、まあ、まどろみのドゥームも来てませんということです。はい。ということで、あと、研究生の募集があります。というのと、あと、当選者発表。ぐらいですね。はい。ということで、お知らせの方と、あと、まぁ、ちょっと、イベントだからたくさん来たので、見ていくと、これまぁ、演奏会。なので、演奏会参加される方、まぁ、なんかこういうのもらえますと。はい。あと、これすごいですよね。スキル、ホットタイムが、2週間。かなり、これ特にここの線。まあ、この辺すごいですけども。はい。ということで、まあ、12月中に、28日までに開けると、着手すると開けやすいということですね。はい。で、あと、そうなんですね。これが違うのか。これは、まあ一応出てくるんです。狩り、期間が、
約1ヶ月、1月の4日のメンテまでですけれども、まあ、狩りをしてるとそうなんですよ。ボックスがなんか出て、それを殴ると、こう包みが出てくるんですけれども。まあ、青い包みの方が大半ですね。で、こっちには馬関係特にないですけれども、うん、赤い包みの方に、まあ、一応訓練箱入ってるみたいですね。あとはないかな。はい。ただこれ赤の包みってめったにあんま出てこない。で、まあ、今ちょっとシーズン来たので、ちょっと狩りしてたりするんですけれども。一応、まあ、赤い包みには出てくる可能性があるということと、いうことですね。はい。ということと、あとは、これですね。これも同じく1月4日メンテナンス前までなんですけれども、これがですね、週一だったと思うんです。あ、そうですね。はい。ベリアのこう NPC サザンカっていうのがいるらしいので、そこに行って、これ週1回ですけれども、10個集めると、この新芽のオーラと交換できます。これですね。これちょっとね、まあ、なかなか入手の経路が少ないので、まあ、できれば、ゲットしておきたい。で、これは、狩りだけですね。狩りを、だ釣り採集はない。狩り、まあ、やっぱり、あれですかね、シーズン来てるので、っていうことなんです。狩りで集めて、まあ、週1ですから4回?多分4回ぐらい交換できるはずですけれども、だから、まあ、8枚ぐらい手に入るので、まぁ、ちょっとできれば、これは交換しておきたい。まぁ、これもあるんですけども、馬やる人としては、これを、できれば交換しておきたい。っていうことですね。うん。ということなので、それをちょっと言ったかったな、ということですかね。あと、まぁ、レベルアップとかで、こちらは別に、まぁ、特に、馬はなく、これ、レベルアップちなみに、1月25日、今ね、まあ、そこそこある。で、あと、ま、合わせて、ウィンターシーズンもあって、まあ、ここに一応、シーズンキャラ50にすると、15日入ってます。で、これはもう、シーズン終わるまで、なので。あとは、まあ、馬関係は、まあ、ないですね。そのぐらいですかね。はい。なので、まあ、シーズンキャラ50にしてもらっちゃいましょうということです。で、あとは、パス登場しましたが、まあ、こちらは、まあ、笛とかありますけど、そうですね。まあ、別に、その元もないし、あ、なんか変わってますね。まあ、まあ、ただちょっとパス買わないともらえない方ですね。で、パス買うと、まあ、これ、なんかスキル変更期になったみたいですね。変わったというか、そう。うん、ぐらいですかね。だからまあ、うん。ってことなので、まあ、うん、だからあんまりもう、その、前みたいにもそのもね、なんかこう、交換できる何かとかもない感じです。はい。あと、新規復帰なのでパスして、間もなく終了するイベントはないらしいので、パール商店見ていきたいと思います。で、闇の精霊パスですが、
まあ、うさ実装でいろいろ売り始められましたということで、そうですね。本当に、特別、馬は、なんか全部割引入ってたかな。これ、そう、で、馬関係、まあ、買うときにこれ28日までですけども、100シルバーで、1回のみ購入、はい、できます。あと、はい、マイレージの方が、1月4日までに、レイラの花びら延長になりましたので、まだ買えます、ということです。はい。あと、登場物、そうですね。カテゴリーが割引になって2週間ですね。20% カテゴリー。シンプルですけれども。で、ペットカテゴリーもまあ安くなってるので、狛犬が欲しい方は、まあ、狛犬、その、あれですけど、まあ、ね、これと合わせて、クーポンと合わせて買うのも、まあ、ありかなと思います。ということで、以上で、はい、日本の方のチェック終わっていきます、終わりたいと思います。で、あとはグロラボと韓国ですが、まあ、グロラボもさ実装しました。カリバーということくらいで、あとはまあなんかまあ変わるらしいです、ワールドバス。で、まあ関係なく、あと韓国の方を見とくと、まあ同じようなさ実装されまして、あとウィンターシーンが来ましたとか、ぐらいですかね、はい。はい、ということで、まあ、まあ、関係ない、思います。ということで、あと、インベイの方もちょっと見ておきますが、まあ、インベイもなんか、ホバに関しては、まあ、我が家は5投目出たんですけれども、まあ、正直、何がどういう、あれでっていうのは全くわからないです。で、ホバの特に、確率とか、も多分出てない。でいいと思います。なかったと思います。基本的に公式ではレベル、だから世代が高くてレベル30を後輩すればっていうことなんですが、まあ結構、ね、だいぶ、出たり出ない。何が関係しているのかっていうのが、ちょっとわかん、一応公式でもそれの二つなんですけども、まあ、状況レベルとかも、もしかしたら関係してるのかなというのがちょっと最近思わなくもないですけど、ただまあ、なんていうかその、まどろみに対する調教コンテンツやってる人からの不満っていうのが、その、誰でも、無双の重さえ手に入ったら誰でもチャレンジできるっていうのは、だから調教コンテンツやってなくても別に関係ない、やってなくてもいいっていうのが、っていうのがあったので、まあもしかしたら関係あるかもしれないし、というふうにまあ、見てる人も、まあ結構ね、ツイッターとかで見てる人思ってるんじゃないかっていう感じですけれども、まあちょっとわかりません。本当に高い世代でレベル30まで育てて後輩するっていうのをもうひたすらやるしかないと思います。はい。ということで、以上で、はい。
終わっていきたいと思いますの。あと中でパール商品見ていこうと思いますので、お待ちください。はい、お待たせしました。それでパール商店見ていきますけれども、まあそうですね、いろいろ、あって、さっき言ってたですね、マイレイ100、100、100シルバーで買えるやつどこなん、どうだあれ。100シルバーで、まあ買え、ちょっと私、だから要は私は買い忘れたということですけれども買い忘れたですけど、あるので、これ、結構下の方なので、だいぶ。これ買ってから、なんか買いましょうって、これですね。完全に、全体カテゴリー20、あ、これ2枚もあったのか、もうなんか忘れてたな、完全に。はい。ということで、失敗したので、これ見た方は皆さん忘れずに、まずここから、100シルバーでクーポンを買ってから買ってください。これ。これね、忘れないようにっていうことですね。はい。でですね、まあ、マイレージ見ておくと、普通こう私も交換しちゃってるんですが、まあ、レーナの花びらが1月4日まで引き続きあります。はい。ということと、あとは、そうですね、登場物が、うん、まあ、この幻想挑戦パッケージと、これがまだ引き続きあるのと、あと1週間です。であと他がもうとにかく何でも、何でも、ん大、あ、じゃないな。登場物用品ですね、が 20% オフなので、まあ、買いたい、ね、欲しいものある方は今買い時ですということと、あとまあ、ペットも 20% で、こちらの狛犬もまあ安くなってますので、買う方は、まず、ここ私は買い忘れましたけども、見事に。これ買ってからね。買ってから、買いましょうっていうことです。はい。ということで、以上で、はい。12月14日のメンテも関係チェック、あと各グロラボイメンのチェック、終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。